さて本日ご紹介するのは古谷隆之選手です。こんばんは。こんばんは。はい、早速ですがリスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。古谷隆之、山梨県出身、ポジションは外野手と内野手をやっています。はい、何かこうアピールポイントありますか？アピールポイントはご自身の一応ダルビッシュ世代っていうことで、おまあ一応甲子園出場という経歴を持ってるんで、そういう部分での勝負強さを、はい、が売りです。あ、なるほど。では古谷選手から見て独立リーグの見どころは何でしょうか？はい、やっぱりレベルの高い野球をやっているのと、うん、はい、やっぱりこう元気あるプレーをやっているので、そういうところが見どころです。あ、はい、ありがとうございます。最後にキス FM をお聞きの皆さんに何か一言メッセージお願いします。一生懸命球場でプレーをするんで、はい、どうぞ応援よろしくお願いします。はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。